フィブロネクチン2型ドメインスカンディナビアのペーストリークリングルフィブロネクチン2型ドメインは最初フィブロネクチン内部のポリペプチドの繰り返し構造として発見されたその後他のタンパク質に類似ドメインがあることから進化の過程で保存されたタンパク質ドメインの一つだと考えられている一つのフィブロネクチン2型ドメインはアミノ酸約60個からなり 二個のシステインが SS 結合を介してつながったシスチンを二つ持つクリングルドメインを形成している。略語の FN には C 末端近くの二個のシステイン部分を書いたタンクサリフィブロネクチンを指すこともあるので注意する。ドメインという用語はもう少し大きい塊に対して用いることが多い。この場合、本項目に該当する用語はモジュールあるいは 繰り返しの方が妥当である。その場合、一つのドメインは数個のモジュールで構成されることになる。1973年、タンパク質、フィブロネクチンが発見された。1983年、デンマークオフス大学の当弁ピーターセンラは、タンパク質化学の手法で、フィブロネクチンの一時構造の解析をし、まだ半分しか解析が終わっていなかったが、 論文として発表した。半分の解析ではあったが、フィブロネクチンの一時構造に3種類の内部ホモロジーが存在することを発見した。フィブロネクチン I 型ドメイン、フィブロネクチン2型ドメイン、フィブロネクチン3型ドメインと命名し、それぞれ9個、2個、4個確認した。解析が半分しか終わっていないのに論文を発表したのは、この頃、勘弁。 迅速な DNA シークエンシングから一時構造を決定する手法が世界の研究室に導入され始めていたためである。タンパク質化学の手法で全一時構造の決定をするにはさらに3年の年月が必要だった。1986年、デンマークオフス大学のグループはタンパク質化学の手法でフィブロネクチンの全一時構造を決定した。その時、 フィブロネクチン2型ドメインの数は、1983年の報告と変わらず2個と発表した。一方、タンパク質科学での発表の翌年の1984年、やはりと言うべきか、米国マサチューセッツ工科大学のリチャード・ハインズの研究室が DNA シークエンシングからフィブロネクチンの全一次構造を決定した。フィブロネクチン I 型ドメイン。 フィブロネクチン2型ドメイン、フィブロネクチン3型ドメインを確認した。フィブロネクチン b s p h 1 1 l スプブップ1、第11分菌子肝細胞増殖因子、活性化因子イングフニ RD75、マトリックス金属プロテアーゼ、マトリックス金属プロテアーゼ、マ万ースレセプター、マ万ースレセプター、マ万ースレセプター、PLA2R1 セル1リットル。ありがとうございます。